昨日九州に上陸した台風10号、一時は県内全域が暴風域に入り、天草市や玉名市の付近をゆっくりとしたスピードで北上しました。風は次第に弱まり、今日未明には暴風域がなくなりました。午後10時の熊本市中心部です。現在、雨風ともに止んでいて落ち着いた状況です。ただ、多くの飲食店が休業しているということもあり、このようにアーケード内は閑散としています。訪れた人も。とても静かだなとは思いますね。台風の影響で県内は雨が続き、降り始めからの雨の量は湯前町横谷で517ミリ、熊本市でも200ミリを超える大雨となりました。今日夕方まで激しい雨が降るところがあり、引き続き土砂災害に警戒が必要です。